開催中止をなんか日本が言い出せない理由みたいなのはいで、はいはい。その日本とか東京側から開催中止っていうと、違約金を払わなければいけないみたい違な約話があ金るんもですあけるの？ど、ただあれ嘘なんですよ。嘘なんですか？別に違約金はないんですよ。なので別に東京だろうと日本だろうと IOC だろうと中止って言ったとしても、別にそれは日本と東京が違約金を払う必要はないんですが、IOC に発生する全ての損失は日本のオリンピック委員会と東京都が補填しなきゃいけないっていう契約書にサインしてるんですよ。ああ、なるほど。なので、じゃあ放映権料として、もう世界中からお金もらってますよ、とんで IOC もだないでと。すよね。でも放映しませんって言ったら、じゃあそれ返してくださいって言われるじゃないですそれはか。そうですで、ね。返すのはなぜか東京都と日本のオリンピック委員会なんですよ。っええー、ていう契約書なんですよ。むちゃくちゃそアホの、な契約書ですね。かかるすべての費用と、その損失はすべて、その開催都市と日本のオリンピック委員会が補償しますよっていう契約書にサインしちゃってるので。なんでそんな、アホなんですか？まあでも、もうそのオリンピックやりたいやりたいっていう都市が昔はいっぱいあったので、もうどんどん有利な条件にしてたんですよね、IOC の。で、まあその結果、もう最近オリンピックやりたいって手を挙げる都市が減ってきちゃったんですけど、リオオリンピックとかめちゃくちゃ損したし、ロンドンも損したしって分かってきたので、なので東京もまあ予想通り損する方向なんですけど、なので結局その開催中止にしますっていう時に、その放映権料だったりスポンサー料だったりで、まあ多分数千億円の損失発生するんですけど、それやらなかったとしても払わなきゃいけないんですよね、IOC に。東京とか日本が。IOC まあの。正確に言うと IOC に払うわけじゃなくて、多分アメリカの放送局だったりとか、あちこちに。グローバルスポンサーとかが、そのオリンピックやらなかったんだから払ったお金返してよって、まあ IOC に言って、 IOC がじゃあ契約通り日本払っときなって言われて、日本かなぜほんでかアメ全リカ然、の何テレビの局に払うっオリンていピックもできてないのに、アメリカにおもてなしばっかりするんですか？あちこちにおもてなし、おもてなし、おもてなし言うおもてなしではない、もうそれて。え？は 僕、去年の段階で中止にすべき派だったんですよ。その去年だったらまあ中止にして、で、違約金払って終わりで、まあしょうがないよ、あ、その違約金というか、そのお金払って終わりでしょうがないのと思ったんですけど、その延長するのに大体去年から今年までで3000億円ぐらい日本もすでに使っちゃったらしいんですよね。で、それだけもうお金使っちゃってて、で、さらにじゃあこれから放映権料とかスポンサー料の返金しますっていうので、またその数千億円ってなっちゃうと、もうさすがに厳しいよねっていうので、なんとか開催した方がいいよね派なんですよ、僕としては。なるほどな。もともとイギリスの変異株が日本に入ってきた大きなルートって、ロイター通信のイギリスの記者だったんですよね。2週間隔離されなきゃいけないっていう、その自主隔離の期間中に、イギリスから来たロイター通信の記者が飲み会2回やったんですよね。で、飲み会の最中に、その飲み会に参加している日本人に感染してっていうのがあっ腹て、立つわ、なの参で、加したやつも腹立つな。やっぱ外国人記者も、まあ、日本に取材に来た以上、やっぱりいろんなところに行って、いろんな人の話聞かなきゃいけないじゃないですか、仕事だから。そもそも取材しないんだったら日本に来る意味ないわけだまあ確から、かに。なのでやっぱり取材するために外出ていろんな人の話を聞きたいってなっちゃうので、もう外国人記者は禁止しちゃった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。あくまで最低このレベルでやるっていうので、まだ余裕があるからここだけ増やそうみたいな形で、そのみんなが困らない形のオリンピックっていうのはできるんじゃないかなと思ってるんですけど。それも、ひろきさん、一回、国会乗り込んで、それ全部言いましょうか。今の話。都市近海、いまだに観客入れる体で動いてますからね。まもうだ入れ観るつも客りなんで無す理か？でしょって。要は、もし本当に今のルール上再開するにしても、観客50%しか入れられないっていうルールじゃないですか。まあ、緊急事態宣言ルールだと。そうすると、もう半分は払い戻ししなきゃいけないんですよ。どっちみち、でも、いまだに払い戻しも動いてないじゃないですか。どういうつもりなんや。何かがあるんですか、裏に。いや、多分もう何にも考えてない人しかいないって言ってたんですよね。そんな人たちに国任せてんすか？ いや、でも日本って何も考えてなかったけど、神風が来て勝っちゃったっていう歴史があるんで、何も考えてなくてもなんとかなっちゃう時たまにあるんですよね。いや、まあ、確かにありますよ。奇跡的にこうなったみたいなことありますけど、それこのご時世にそれに頼るなんて、ナンセンス極まらないですけどね。まあでも、日本ってコロナに関しても、政府はほとんど何もしない割には、やっぱり死亡者少ないじゃないですか。で、マスクとかもみんながちゃんとしてるよね。で、フランスの場合ってマスクつけないと罰金だからみんなマスクするんですけど、日本の場合って別になんかマスクした方がいいよねって言われたら罰金なくてもマスクするじゃないですまあ、か。ほとんどの人はしてますね。で、自粛ですって言われたら、じゃあ自粛して飲み会行くのやめようってなるわけじゃないですか。で、別にフランスって合法だから何が悪いのっていうので、ガンガンやっちゃう国なんですよね。なうん。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 
でその飲食店閉鎖したりっていうのをやんなきゃいけないんですけど、そこまでしなくても感染者数抑えられてる日本って結構頑張ってるし、うん、いいと思うんですよ。なのでワンチャンいけんじゃねって思ってる人は割と多いよ。ワンチャンいけんじゃねワンチャンいけんじゃね。国会で誰か言ってくれんからぶっちゃけワンチャンいけんじゃねオリンピック。いけるいける。ひろゆきさんから急に頭悪そうな言葉で